皆さんご存知でしょうか、タイプによって勉強とか技術習得の仕方が違うんですよ。はい、皆さんこんばんは。ゼロ円から始める動画集客レッツゴー動画部長部長の遠藤です。今日はですね、タイプ別心理学、勉強の仕方の違いで、タイプ別心理学って何ですかっていう方がいると思うんで先に説明します。人を4つのタイプに分けて、性格、性質、特性、それぞれ違うので、それらをお互いが理解することによって、良い人間関係とか、売上が上がったり、チームビルディングがうまくいったりしますよっていうのをお伝えしている番組になってます。で、そんな今日はタイプ別心理学、勉強の仕方の違い。皆さんご存知でしょうか、タイプによって勉強とか、技術習得の仕方が違うんですよ。覚えるのが早い順番、どうやって覚えるかっていうのをお伝えしていきます。めちゃくちゃ早く習得できる人、タイプ C さん。タイプ C の人は耳で覚える、耳で説明受けて聞いたことを頭で要約してそのまま動きに出せる脳の回転をしています。言語化がちゃんとできてる人から説明をしてもらうとすごくいいなと思います。そしてタイプ A の人、タイプ A の人はもう視覚なので、見て覚える。これ見ててねって言って、パッ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 って、分かったさ、分かりましたって言って、できます。ぐらいの細かいことは気にしないタイプです。そして、タイプ D さん。一回で覚えることはあんまりないんですけど、書いて覚えたり、自分の中で整理をする時間が必要なんですよ。だから、家に帰ってデータを自分でまとめる時間が必要。それができると、あとはそのマニュアル見ながら、自分で調べながら、教わったものを再現するんで、ちょっと時間かかるけれども、何回でも見直せるようなものをちゃんと作ってます。じゃあ、それまでの時間がかかるかなって感じ。そして、覚えが遅いのは、タイプ B さん。タイプ B さんは食運動覚っつって触るとか触れるっていうことに敏感なので、わあふわふわしてる、サラサラしてる、冷たい、あったかい、ぬくもりも感じやすいので、お勉強するときも一緒で、喋ったり見てても想像がつかないので、実際に触れてみる、やってみるみたいなことがないと体が覚えていかないんですね。一個一個横について丁寧に体験をさせてあげることで覚えていくような脳の構造になってます。だから僕タイプ C なんですけど、一回言ってわかんないのバカなんじゃないかと思ったんですけど、それぞれ見て覚える人、聞いて覚える人、触って覚える人、まとめて覚える人っているんですよ。あなたの教え方、自分のタイプに偏ってませんか？すっげえつまんない社会の先生とかいたじゃないですか。あれタイプ D の先生ですよ。とか、見ててねっつって職人さんとバーって教えんじゃん、言ってりゃわかんだろうとかね。そういうのって、相手のタイプの覚え方に少しね、寄せてあげたりすると、その人が、覚えやすかったり、技術を習得するのが早くなったりますので、自分の教え方じゃなくて、相手がわかる教え方を、してあげられると、腕のいい先輩上司かなと思います。ということで、今日はこんなところでおしまいにしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。See you! バイバーイ。